昨日発売の、週刊現代、講談社、11月12日号のトップ特集に小池百合子氏と安倍昭恵氏の対談記事が掲載されていた。今、一番注目を集めている政治家である小池都知事と、その小池氏とは関係が微妙とも言われる安倍首相の夫人で、何かとお騒がせのアッキーの対談。一体どんな展開になるのか、と興味津々で読んでみたら、アッキーがなんとこんな衝撃発言をしていたのだ。今は大麻に興味があるんです。これは小池都知事の、立場に縛られない、のびのびした雰囲気は素敵ですね。次は何が飛び出すのか楽しみです、という良い賞を受けての発言だったが、小池都知事もさすがに、大麻、と驚いた様子。しかしアッキーはそのまま大麻に関する持論をこう展開したのだ。もちろん吸うわけではありません。一つは医療用。もう一つは、祈祷用。現在浸透の祈祷で使われる麻は、ほとんどが中国製ですが、日本古来の紙と繋がる精神性を得るためには、日本製の麻を使う必要があると思うんです。日本を取り戻す、ことは、大麻を取り戻す、ことだと思っています。確かに、本サイトでも報じたように、昭恵夫人は最近、医療用大麻の解禁をしきりに主張し、その運動を支援していた。しかし、この10月25日には同じく医療大麻の解禁を訴えていた元女優の高木沙耶容疑者と同居人らが、大麻所持の疑いで逮捕されたばかり。ワイドショーは連日、医療大麻を含む大麻のいかがわしさをセンセーショナルに報じている。そんな中で首相夫人が高木と同じ大麻解禁論を堂々とぶつとは。しかも、安倍首相のスローガンである、日本を取り戻す、に引っ掛けて、大麻を取り戻す、宣言である。これには小池都知事も、ユニークな発想ですね、と返すのが精一杯だった。調べてみると、この対談は、高木の逮捕前に収録されており、たまたま事件があった直後に出てしまったということらしい。しかし、だからといって、これは単にタイミングが悪かったということでもない。というのも、対談が高木の逮捕前だとしても、原稿を修正したり、その発言を記事から削除する時間は十分あったからだ。しかも、高木が逮捕される20日前の10月4日には、昭恵夫人が親しくていた鳥取県智頭町の大麻栽培加工販売会社代表、上野俊彦氏がやはり大麻不法所持で逮捕されていた。少なくとも今回の対談はその後に行われたものと考えられる。つまり、昭恵夫人は大麻解禁を主張している関係者が当局に狙い撃ちされている状況を分かっていて、大麻問題を口にしたのだ。逆に言うと、それくらい昭恵夫人が大麻解禁に本気、ということだろう。昭恵夫人が大麻解禁に興味を持ったとされるのは昨年夏のこと。鳥取県智頭町の自然環境を利用した幼児教育や子育て支援を書いた、森の幼稚園、自然の中で子育てを、今村光明解放出版社、で町の取り組みに興味を持った昭恵夫人が、そこで行われていた町おこしの、伝統的大麻栽培の復活、を知って共鳴、以降、強力な支援者となっていく。昭恵夫人はその活動のため智頭町を訪れ、同年7月3日の自身のフェイスブックに大麻畑の中で満面の笑みを浮かべた写真を投稿している。このフェイスブックは大きな反響を呼んだ。また、SPA。扶桑社、15年12月15日号では、前述の大麻栽培加工販売会社経営の神の使徒の対談企画も掲載された。この中で昭恵夫人は、麻は全ての部分を有効活用できる植物なんです。日本ではまだ認められていませんが、医療用としても大いに活用できると思っています、と、大麻が秘める可能性に言及。神の使の元を訪ね、その取り組みに耳を傾けたといい、市場では大麻栽培での町おこしにかける神野さんの情熱に、昭恵夫人も感心しきりだったとレポートされていた。かなりの本気ぶりが伝わってくるが、厚生局麻薬取締部が医療用大麻の解禁を主張する人たちをターゲットに内定を始めたのはこの少し後のことだった。厚労省の麻取りは大麻に関して解禁の動きが世界的に活発となっていることについて、神経を尖らせていました。もし医療用といえども解禁になれば、組織の混乱や長期的には麻取りの縮小、弱体化も懸念されます。また法整備、改正も必要ですが、厚労省はそうした動きを嫌っていました。ところが、そこに昭恵夫人の大麻解禁論が出てきた。しかも、昭恵夫人の大麻解禁論の Facebook に、いいねが当時2500以上もつけられた。それで警戒感をさらに強くし、大麻解禁論者の狙い撃ちを始めたようです。厚労省担当記者。そして、10月4日には、神野市と従業員2人、10月5日には岡山県真庭市で、地域おこし協力隊員として産業用大麻を栽培するよう働きかけていた同市の非常勤職員、さらに、10月25日に今回の高木沙耶容疑者と同居人の男性2人と立て続けに逮捕が起きた。つまり、こうした逮捕劇は、昭恵夫人の医療大麻解禁運動への傾倒がきっかけになった可能性が高いのだ。しかも、そのことは官邸も承諾済み、むしろ後押ししていた可能性がある。日本の官僚の体質から言って、出
首相夫人が支援している知り合いを逮捕するのに、官邸に事前許可を取らないわけがない。おそらく、安倍首相も昭恵夫人の大麻人脈との付き合いには手を焼いていて、お灸を据えようと許可を出したんじゃないでしょうか。官邸担当記者。もしそうなら、逮捕された大麻解禁論者たちは飛んだとばっちりという感じだが、しかし、当の昭恵夫人の主張は、日本を取り戻すことは大麻を取り戻すこと、というのはともかく、頷ける部分も多い。本サイトでも何度も取り上げているように、大麻は欧州などではすでに90年代から産業、医療用の研究が進み、もはや危険な麻薬という認識ではなくなりつつある。むしろ、医療用大麻はアルツハイマー病や糖尿病、転換、多発性硬化症、プッツドなど様々な治療に役立つことが立証され、ドイツ、チェコ、フィンランド、カナダ、オーストリアなどの欧米各国では医療用大麻が合法化、アメリカでも25州とワシントン自治区で合法化されている。むしろ覚醒剤と同一視して重大犯罪扱いしている日本の方が完全に時代遅れなのだ。そういう意味では、逮捕劇にもかかわらず、昭恵夫人が今回、小池百合子との対談で、医療用大麻解禁を主張し続けたことは支持すべきだろう。少なくとも、夫が取り戻そうとしているものより昭恵夫人が取り戻そうとしているものの方がずっと、害がないのは確実なのだから。林群馬。